こんにちは。a Amazon エスサポーター、堀秀夫です。Amazon の住所チェック。登録時1回だけじゃなくて、その後も年に1回、あるいは数年に1回、Amazon が住所確認書類の提出を求めてくることがあります。現在、Amazon が認める書類は、90日以内に発行された次の公共料金の請求書、または領収書。水道。 プロパンガス、天然ガス、電気、携帯電話、固定電話、インターネット接続サービス。以前は銀行またはクレジットカードの利用明細でも良かったのですが、最新の要求からは外れてます。他の書類でね、大丈夫かというのは試してないんでわかりません。要求してない書類出してね、えー、否認されても、えー、その間売り上げ止まっちゃいますしね、えー、英語こいつ理解できてないのかと思われてもまずいんで、要求する書類を出しましょう。 上記書類は郵送された元のもののみ認められます。ダウンロードまたは画面キャプチャーは否認されます。これダウンロードしたものを提出して否認された例があります。まあ今ね結構ペーパーレス化進んでるんでね、これは全然郵送で取ってないということもあると思うんで、全部ペーパーレスにしていた場合はいくつかは郵送でもらうように変更しましょう。ね、Amazon から要求するときにすぐに出せるように。まあ、 これ全部がね、ペーパーレスすると何らかの特典があるというわけでもないでしょうから、まあなんか特典のないね、サービスを選んで、まあそれは郵送でもらうというような形にしといてください。まあ、どんな書類を出せばいいのか、ね、どういう時に書類チェックしやすいのか、あるいはこの書類でいいのか、まあそんなことをね、疑問に思ったら私の方に質問して確認してください。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。